ウィルソン・フィッティ・パルディ、ウィルソン・フィッティ・パルディ、ジュニオール、ウィルソン・フィッティ・ポールディ・ジュネア、1943年12月25日体は、ブラジル・サンパウロ出身の元会一ドライバーであり、1974年から1982年に、かけ存在した、会一チーム、フィッティ・パルディ、コパスカーのオーナーである。年スペイン GP でデビューを飾り、 1975年のアメリカ GP まで計3 8戦に参戦し3ポイントを獲得した。1943年のクリスマスにモータースポーツジャーナリストでラジオ解説者のウィルソン・フィッティ・パルディと妻のジュズイ・ジュジーの間に長男として生まれた。ウィルソン誕生後のことであるが第二次世界大戦が終わりブラジル国内でレースが行われるようになると 両親ともにレースに参戦するようになり、父のウィルソンシニアは1956年にサンパウロ開催された第1回1000マイルレースミルミアスに参戦するほどで、こうした家庭環境からウィルソン自身も幼くしてレースの虜となった。海一チャンピオン、1972年、1974年、カートチャンピオン、1989年、 1993年のエマーソン・フィッティパルディは実定であり、多彩なレースキャリアを持つレースドライバーのクリスチャン・フィッティパルディは息子である。同名の父と区別するため、ウィルシーニョ、ウィルシンホあるいはティグラン、ティーグラをオートラノイとしばしば呼ばれる。1960年代にカートを始め、弟エマーソンと共に活動し、後にフォーミュラビのブラジル国内選手権へと、 ステップアップした。1966年には F3 に参戦するためヨーロッパへと渡るが、ブラジル時代のチームとの間で衝突が起きたため、この塔は一時的なものに終わり、再びヨーロッパの地を踏むのは1970年のことであった。この間、弟エマーソンはすでにこの1970年にロータスから会2でデビューを飾っており、この年のうちに会1にステップアップ。 ウィルソンは、弟の後を、追うように、イギリスのジム・ラッセル・レーシング・スクールの門を叩いた。1970年、ジム・ラッセル・レーシング・スクールにおいては、F3 カー、ロータス59を借り、同郷のカルロス・パーチェ、ワークス仕様のロータスを買っていた、デーブ・ウォーカーを上回る走るお店と共に、未来の F1 チャンピオンであるニキラウダ、ジェームス・ハントラに対して、しばしばごした。 とりわけシーズン後半には活躍を見せ、選手権ラウンドではシルバーストーンで1勝、非選手権では2勝を挙げ、これらの結果により、翌1971年は会議へと速やかにステップアップしていくことが可能となった。ここで弟と共に会議のバーダルチーム、バーダルフィッティバルディの運営に参画し、ウィルソン自身は、 同チームから、マーチやロータスのシャシーを用いて参戦し、初年度ながら、ランキング6位を記録した。なお、この年のチャンピオンは、ロニー・ピーターソンであり、2位は、カルロス・ロイテマン、3位は後に主に、ツーリングカーなどで活躍することとなる、リター・クエスター、5位には、フランスア・セベールが名を連ね、ニキラウダ、10位、ジョン・アトソン、15位といったドライバーも参戦していた。 前年の活躍により、翌1972年はブラバムから、会一デビューすることとなり、非選手権レースとして初開催された、ブラジル GP でデビューを飾った、ブラジル GP は翌年以降正式に、会一の選手権に組み込みれる。ブラバムには翌年まで在籍したものの中断に渦漏れ、会に以前のような活躍を見せることもなく、ポイントも1973年のアルゼンチン GP、6位。 ドイツ GP5 位で獲得した3ポイントに止まった。ウィルソンは史上初のブラジル第一チームを設立するため、1974年は第一のドライバーを休養した。1975年に自身がオーナーとしてコパスカーチームを設立。同時に第一ドライバーとして復帰した。しかしながら、この年は新チームということもあって、チームの戦闘力は、 不十分なもので、最高位は、予選は、オーストリア GP の20位、決勝は、ワトキンス・グレンで開催された、最終戦アメリカ GP で記録した10位という、ものであった。当時マクラーレンに在籍していたエマーソンが翌年、コパスカーチームに移籍することとなったため、ウィルソンは、チーム運営に専念することとし、この年限りで、第1ドライバーから引退した。 ウィルソン自身が F1 で記録した入賞は前日したように2戦に止まるが、この2戦0 0は共にエマーソン・フィッティパルディと兄弟揃っての入賞であった。エマーソンは1973年アルゼンチン GP で勝ち、ドイツ GP で6位。下位1に兄弟で参戦した例としては、フィッティパルディ兄弟以前にジミー・スチュワート、ジャッキー・スチュワート兄弟、ペドロ・ロドリゲス、 リカルド・ロドリゲス兄弟、ティーノ・ブラン・ビラ、ビットリオ・ブラン・ビラ兄弟の3組がいるが、これらはいずれも兄弟で参戦時期が異なるため、会一では兄弟が同時に参戦、1972年スペイン GP、したのも入賞したのもフッティパルディ兄弟が初であった。フィッティパルディ兄弟以後も会一においては、イアン・シェクター、ジョディ・シェクター兄弟、ジルビル・ヌーブ、 ジャックビル・ヌーブ・ SR 兄弟、マンフレット・ビンケルホック、ヨアヒム・ビンケルホック兄弟、テオ・ファビ、コルラド・ファビ兄弟、ゲイリー・ブラバム、デビット・ブラバム兄弟が参戦したが、これら5組は、兄弟のいずれか一方しか入賞を記録できず、あるいはどちらも入賞できず、兄弟2人による入賞というのは、ミハイル・シューマッハ、ラルフ・シューマッハ兄弟の登場を待つこととる。 アニミハイルに遅れて参戦した弟ラルフは1997年アルゼンチン GP で初入賞。シューマッハ兄弟は同年のフランス GP で同時入賞を初めて達成した。1992年に息子のクリスチャン・フィッティパルディが F1 デビューを果たした。クリスチャンはデビュー同年の日本 GP で入賞を記録したため、フィッティパルディ親子は親子ともに イチで入賞を記録多発の例となった。なお、二世ドライバーとしては、フィッティパルディオや子以前に、ジャック・ブラバムの子息である、ゲイリー・ブラバムとデビット・ブラバムの兄弟が1990年にイチデビューを果たしているが、この二人はイチで入賞を記録できなかった。イチからの引退後もウィルソンはしばしば、レースドライバーとして、ステアリングを握っており、 1980年代から1990年代初頭にかけ、ストックカーブラジル選手権に参戦しているほか、1994年と1995年には、息子のクリスチャンとチームを組み、ポルシェを買って、かつて父ウェルソンシニアが参戦した1000マイルレースで優勝を果たした。1998年には再び、ストックカーブラジル選手権に参戦しているほか、2000年には、 メルセデスベンツからゲストドライバーとして招かれ FIA ヨーロッパトラックレーシングカップのニュルブクリンクのレースに参戦し8位と10位を記録した60歳を超えて後もイベントなどでしばしばフィッティパルディのレースカーのステアリングを自ら握りでも走行を演じてみせている父親のウィルソンシニアはレース好きではあったものの息子たちのレース活動に 対する資金援助は渋ったため、フィッティパルディ兄弟は10代の頃から自動車用のカスタムパーツ販売の会社を得、ヨーロッパからレース用車両を輸入しこれに手を加えて販売するなどの事業を手掛けた。これは成功を収めたため兄弟はその収益を自身のレース活動資金に充てることができた。この事業の余計からカートやフォーミュラビニーは自作の改造車両で参戦した。 1973年末、砂糖、アルコール製造のためのブラジル国内のコングロマリットでアルコパスカーとの交渉に成功し、1975年にはブラジル国籍の F1 チームの設立にこぎつけた。以後、チームオーナーとして、初年度の1975年こそ自らステアリングを握ったものの、1976年以降、1982年に撤退するまで、 同チームの運営に専念した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。